こっちのレースはケータリングがあるんで、まあ、そこでいつもお昼ご飯を食べてます。こっちはちょっと離れたところで、F4 だったりとか、今回だとミニクーパーのレースがあったりするんで、アバルトですね。でここは彼らのパドックエリアなんで、まあ、ここでお昼ご飯を食べます。冷製パスタ、そうそう、パスタ多くない？今日はなんとハムがない。こっちはなんかフルーツがいっぱいありますね。ありがとうございます。ニコラスがすごくチームメイトがいい仕事をしてくれて、で2位でミスインしてとか1位に逆転することができて、もう僕はゴールまで車を無事に届けるのは、それだけが仕事だったんで、すごくすごく嬉しいです。で、それで君が代が流れた時は泣きそうになりました。これこの車チームラジオが作れるので、もうラジオでも何言ってるのかみたいな、はい、まあ、喜びを伝えられたのも良かったと思います。まあ、今後どうなるかとりあえず分かんないですけど、まあ、とりあえずこのレース勝てて本当に良かったと思います。VSR だったり CMG さんだったりザトシカさんだったり、僕をここで走らせてくれた本当に方々に感謝を持っています。本当にありがとうございました。あと、ずっとライブストリームだったり、ツイッターだったり、フェイスブックだったり、いろんなところで応援してくださった、様々な皆さんも本当にありがとうございました。最終戦、日本では S5 フローがまだ残っているので、そちらも同様に頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ではお土産も買って、全ての工程が終わろうとします。あとはここパリから東京に帰るだけです。本当に1週間ちょっとか、長い旅だったんですけど、すごく充実した、1週間半でした。またいつか、ここに戻ってこれるように、頑張りたいと思います。それでは。